こんにちは、ゆっくりさないよ。ゆっくりヨウムだよ。前回は、空軍の人が陸軍の解説をしてくれたからね。感謝しなきゃ。そうですね。え、陸軍？そうよ。私たちは陸軍に配属されたのよ。そんな、棺桶に乗るってことじゃないですか。空軍の餌じゃないですか。いやだ。大丈夫よ。空軍の援護もあるし、それに、こちらには対空戦車がいるからね。いろいろと心配だ。何より現在は、クローズベータ中だからね。いろいろと調整してるところなんだな。ということで、今回はメニュー画面と戦闘場面についての解説よ。わーい、戦車大好き。まずは、現時点での車両の種類だね。T70 などの軽戦車、4号戦車などの中戦車、KB-1 などの重戦車、3号突撃砲などの駆逐戦車、1号対空戦車などの対空車両。以上、5種類ね。わーい、対空車両で、航空機撃墜したい。では、車両の詳細を見てみると、こんな感じだね。重量、エンジン出力、最高速度、砲塔旋回速度、本体走行、砲塔走行などが表示されてるよ。車両の詳細が見れるのはいいねー。基本的な情報だけどね。次は、車両の装備よ。このように、機動性、防御、火力についての装備があるよ。追加装甲があるのはいいね。次は、弾薬についてよ。戦闘において、弾薬は重要だからねー。まずは、低抵抗非棒付け鉄鋼弾よ。標準装備の弾薬っすね。次は、ヒート弾よ。弾速は遅いけど、どの距離でも、威力は同じよ。弾速は遅いけど、遠距離向けと言えるっすね。次に、高速鉄鋼弾よ。威力は低いけど、弾速が速いよ。移動速度の速い目標を撃破するのに、便利っすね。次は、高速鉄鋼弾の強化版よ。解除できる弾薬では、一番最後ね。その代わり、一番威力が高く、弾速も一番速いね。全部解除できたら、これを使えばいいってことかな。そうかもねー。しかし、まだクローズベータだから、変更されるかもよ。ですねー。最後に、榴弾よ。ドッカーンと爆発で、敵に打撃を与えるんですね。そんな感じよ。ということで、現在確認できてる弾薬は以上よ。いろいろと使い分けができそうっすね。次は、陸軍の上員よ。上員としては、操縦手、砲手、車長、装填手、無線手よ。空軍と比べると、結構違うっすね。最後に、陸軍の操作設定よ。基本的には、W、A、S、T キーで移動して、マウスで照準を動かし、左クリックで射撃をするって感じよ。照準機は、V キーを押すことによって覗き込むことができ、Z キーでズームができるわよ。結構簡単そうっすね。それに、トランスミッションやクランチの操作も可能みたいよ。細かいところまで操作できるのは、いいですねー。さて、詳細の解説も終わりましたし、車両を見ますよ。やったー戦車やー。現時点で、使用できる車両は9両よ。まずは、ドイツ軍から見てみるよ。4号戦車 C 型。3号突撃砲。4号戦車 F 型。2号戦車 C 型。1号対空戦車。以上がドイツ軍よ。次にソ連軍。T70。T34 KB-1 T26 以上がソ連軍よ。ちなみに T34 だけ塗装を変えられるよ。冬と森林仕様よ。くぅ、かっこいいっすね。あと、空軍と同じく、デカールが貼れるよ。それじゃあ、日本戦車ないですし、桜のデカールを貼ります。うむ、日本風になったね。さて、メニュー画面での解説も終わったし、実際に戦場に出てみますか。そんな、棺桶と一緒に焼かれたくないですー。大丈夫よ、空軍によって撃破されることなんて、そうそうないわよ。むむむ、空からの脅威があるのとないのとでは、恐怖の度合いが違いますね。それに、戦闘といっても、戦闘場面をある程度解説するだけだから。むう、了解。ということで、戦闘開始よ。パンサー砲。おお、空軍も綺麗だけど、陸軍も綺麗っすね。1.37 になってから、大幅に綺麗になったからね。それに、陸軍はまだクローズベータだから、これから色々と変わる可能性があるのよ。楽しみっすね。ではまず、三人称視点と一人称視点の照準についてよ。三人称視点は、近距離や走行中の射撃では使いやすいわよ。例
ただし、遠距離、精密射撃は苦手よ。走行中でもタイミングを合わせれば、敵に命中させることができるのはいいっすね。ただし、走行中や急停止した時は、照準がこのように暴れるから、難しいのよ。上手な人なら移動しながら、敵戦車を撃破できるかもしれないけどね。では、次に一人称視点。遠距離、精密射撃をするなら、一人称視点がおすすめよ。それに、着弾地点が白のバツ印として表示されるのよ。しかも、敵戦車に合わせると、このように色が変わるのよ。多分だけど、弱点か、走行が厚いところによって色が変わると思うのよ。ねえ、便利な機能っすね。アーケードのみにおいて、表示されると思うけどね。あと、移動中は、このように大暴れするから、移動しながら命中させるのは難しいわね。使い分けが大事ってことっすね。次は、ダメージモデルよ。ホームページにあった T34 のダメージモデルの画像を見ながら、解説するわよ。はい。まず、赤い部分なんだけど、これはグラフィック上破損する部品のことよ。スコップやらこの箱のようなものね。次は、戦車内部の詳細よ。ふえ？細かい部品まで判定があるんっすね。ちょっと、戦車内部の部品を見やすくすると、こんな感じよ。細かいっすけど、何が何やらわからないっす。部品ごとの解説をすると、まず、この白い部分は上縁よ。薄緑が、砲塔のリングと回転ギア。灰色が、砲の口径照準器。緑が、砲部。オレンジ色が観測器。ピンク色が、弾薬庫。紫が、通信機とギア。赤が、エンジン。青が、燃料タンク。薄紫が、ラジエーター。黄色が、潜望鏡だね。細かいっすね。ゲーム内では、このように敵に砲弾を命中させると、命中した、その車両のパーツが表示されるんだ。おお、いいっすね。次の射撃の参考になるっすね。このように、後ろから撃たれても軽傷な場合もあれば、正面でも、弱点である覗き穴を撃てば、一撃で撃破も可能よ。最高。体力値がないからね。一撃で撃破されることもあれば、何発撃たれても耐える場合もあるわよ。あと、破損部分などは、左下に表示されるわよ。表示方法は、空軍と同じ感じっすね。そういえば、パーツが破壊されても修理とかできるんすかね？一応、F8 キーで修理ができるみたいよ。ただし、修理できるのは1回だけだと思うわよ。修理時も、左下に残り時間が表示されるんすね。次は、戦闘場面での HUD の解説をするわ。まずは、左上からよ。上から、ギア、エンジン出力、速度といった感じね。ギアが表示されるのはいいっすね。次に、右下。これはマップね。ちょっと小さくて見づらいけど。視認できた敵車両は、マップに表示されるんすね。見づらいけどね。最後に、下にあるアイコンだけど。これは、現在所持してる弾薬のことよ。すべての弾薬を入手していれば、このように表示されるけど、初期状態の弾薬しかない場合は、こんな感じよ。しかし、弾薬の数は出撃画面で決められるから、弾薬例のものは表示されないわね。ふむふむ。戦況に応じて弾薬が変更できるのはいいっすね。そういえば、このヘーベルハウスくんっぽいアイコンは何っすかね？お、気がつきましたか。これは、軽戦車、重戦車が使用できる。砲撃支援要請よ。なんだって、装備の中では、一番最後に入手できるものね。しかし、その代わり、砲撃をこのように要請できるわよ。おお、これは素晴らしい。しかも20秒で再装填が完了し、弾も無限よ。無敵じゃないですか。と思うでしょう？残念ながら違うのよ。命中精度がものすごく悪いのよ。しかも走行のある車両には直撃しないと撃破できないし。はっきり言えば、制圧攻撃といった感じね。この点敵や有利な場所にいる敵に使用することが多いわね。命中精度は確かに悪いけど、当たれば撃破できるからね。大体の車両が移動してくれるわ。ほら、4号戦車が1発の砲撃で撃破されてるわ。砲撃音と着弾音がいいっすね。砲撃が癖になりそうっす。最後に、AI の扱いなんだけど、現在は対空砲の AI しかいないわね。航空機は攻撃するけど、地上に向けて攻撃することはないから、このように、簡単に撃破できるわ。将来的には、地上の AI も追加されるかもしれないから、楽しみね。空軍のミッションのように、陸軍にもミッションが追加されるといいっすね。あれ、結構面白いっすからね。ということで、陸軍のメニュー画面と戦闘場面の解説終了よ。教官、解説ありがとうございます。次は多分、空軍との合同解説になるわよ。ウォーサンダーにおける、陸と空の関係の解説だと思うわ。陸軍は、犠牲になったのだ。
こちらには、1号対空戦車がいるから大丈夫よ。では、皆さん、ご視聴ありがとうございました。